よりい駅は、埼玉県大里郡によりい町大技よりにある、秩父鉄道、東武鉄道、東日本旅客鉄道の駅である。秩父鉄道の秩父本線、東武鉄道の東上本線、JR 東日本の八甲線の三路線の接続駅となっており、東上線に関しては東駅が終点となっている。東武鉄道の駅には、TJ39 の駅番号が付与されている。 秩父鉄道の管轄駅で三車線で改札を共用する共同使用駅となっている。八甲線内の休日を出かけ、パスのフリーエリアは当駅までである。1992年春までは、東上線から秩父線への直通特急が当駅を介して、直通運転を実施していた。廃止後に、それまで、野上駅まで運転されていた西武鉄道池袋線。 西部秩父線からの直通列車が当駅まで延長されるものの2007年3月6日から長瀞駅までに短縮されている。島式ホーム3面6線を有する地上駅で3車がホーム各1面ずつを使用する。京城駅舎を備えている。秩父鉄道の直営駅で東武鉄道と JR 東日本は出海札業務を秩父鉄道に委託している。 管理駅として、商前田駅は同黒谷駅間の各駅を管理している。JR 駅設備については、以前は高崎市社群馬藤岡駅、2013年6月1日からは同高崎駅が管理している。秩父線3.4番線ホームには、待合室、清涼飲料水自動販売機、東上線1.2番線ホームと八甲線5.6番線ホームには、 清涼飲料水自動販売機と待合室が設置されている。以前は秩父線ホームに立ち食いそば店が営業していたが2015年4月6日限りで閉店し長瀞駅に移転した。改札内で JR 東部秩父鉄道総合間で乗り換え可能である。改札口には JR 東日本の管理水化改札機が設置されている。 2007年3月18日からパスモの利用開始に伴い、搭乗線の連絡通路と秩父線の階段付近に乗り換え用の簡易 IC カード改札機が設置された。改札外からスイカ、パスモなどで搭乗線に乗車する利用客は、改札口にある簡易改札機と、搭乗線の連絡通路にある簡易改札機の計2回タッチを必要とする。出場の場合は逆の形で、 計二回タッチとなる。これを行わなかった場合は、当駅を含む降車駅で、実際の乗車経路とは異なった運賃が差し引かれる。自動券売機は各社一機ずつ設置されている。また、秩父線の定期券やフリー切符などを発売する、有人窓口が設置されており、JR や東上線の定期券は、より異発となるものに限り発売できる。なお、スイカパスモなど、 IC カードへの対応は JR の券売機でのみ可能である。なお現在の JR 券売機には搭乗線の乗車券口座があるため IC カードで搭乗線の乗車券を購入することができるようになっている。搭乗専用自動改札機が一機のみ設置されていた時期もあったが他社の乗車券類を間違えて投入するなどのトラブルが相次いだため2008年6月のダイヤ改正をもって 撤去された。これにより、東上線では唯一の自動改札機非設置駅となった。三車線ともに発着列車本数は少ないが、特に接続は考慮されていない。エレベータートイレは南口、北口、秩父線ホーム、東上線ホーム、八甲線ホームに設置されている。近年の推移は以下の通りである。 より駅付近空中写真教場駅舎化される前から駅舎があった南口側は埼玉県道296号菅谷より線沿いに宿場町としての歴史を持つ商店街が発達している南口からは和紙の里行のイーグルバスが発着している武蔵観光が運行する深谷駅行と本条駅南口行のバスは南口からやや離れた商店街に より駅、入り口バス停にて連絡する。また、駅南口には、ライフより店があったが、2013年8月をもって、閉店した。北口は、京城駅舎共用開始時に新設された出口で、周辺はもともと住宅地であったが、旧より中学校跡地に、より町役場が移転し、行政機能が集積するようになった。静かな街並みで、 国道140号沿いにコンビニエンスストアや小売チェーン店などが立地する。また、本条、深谷方面の各市立高校や市立大学スクールバスは北口側から発着する。北口から望む。正面は、よりいち役場。秩父鉄道秩父本線、パレオエクスプレス、向川駅より駅長泥駅、波栗駅急行、秩父路向川駅よりいい駅野上駅確定。 桜沢駅より駅マイナス白麗駅東武鉄道、東上本線玉、ヨド駅より駅東日本旅客鉄道、八高線、折原駅より駅淀駅駐車区、編集出店、編集秩父鉄道、編集東武鉄道、編集 JR 東日本、編集。ありがとうございます。